使いたいんですよね、なるべく。ダブルドラゴンアドバンスもやったね。アドバンスアドベンチャー。あ、これやろう。これ対戦格闘のやつなんですよ。これやってないですもんね、まだ。これはね、まだ実況プレイやってないんでね。そう。あれ、あたりのやつか。ああ、でもいいのか。うん、これ、うん、そうそう、これこれこれ。これ僕持ってますけどね。あ、チームバトル。あ、チームバトルいいね。使えるキャラがでも全員使えないんですね、まだね。はい。あ、向こうは2人やな。そうそうそう、これこれこれ。これも持ってますけどね、実況プレイまだやってなかったんですよね、実は。もうでも技の出し方とかも全然覚えてないな。時間がね、あと7分ぐらいしかないけど、まあ、それで終わりって感じかな。カメハメハとかの出し方が分かんないな。説明書がね、ないから。まあ、下にあるんですけどね。下の地下倉庫に行けば説明書もありますけどね。取りに行くのも面倒いし、まあ、ネットで調べるのも面倒いしね。とりあえずもう普通にね、適当にやりますね。こっちの方が勝ってますね、体力的には。あ、勝った。あ、まだか。やり倒しました。あ、これで、トランクスを倒して、今度ベジータってことですね。天下分け目の超決戦みたいな感じになってますね。悟空はスーパーサイヤ人になってないけど。でもやっぱ声が違いますよね、外国版だから。キャラクターの声が。あ、悟空やられた。これはもう親子対決になりました。声がね、外国版だから声が違いますもんね、日本版の声優とね。ちょっとある意味斬新ですね。ベジータ倒しましたね。あ、これで、あ、そうか、2人しかいないもんね。クリアですね。あ、セル出てきた。2人か、しかもセル。セルとフリーザとかじゃなくて、セル2人っておかしいよね。2回倒すみたいな感じになる。全然勝ってますね、今のところ。もう一体いますよね。
こっちの方がパーフェクトセルってことかな。2体目の方がね。お、なんか出た。あ、なるほどね。たまたま出ました、なんかね。なかなかでもゲームボーイアドバンスでも、まあ、結構迫力のある戦いを再現してますね。いや、悟空の声が全然違うね。多少違和感ありますね。外国の悟空は男の声優なんですね。野沢雅子さんじゃないから。セルも若本のりおさんの声じゃないでしょうし。富山やりたきだ。おー、やってきやった。出し方わかんないからな、必殺技は。おー、倒した。勝ちましたね、なんとかね。フィニッシュ。うん、あと2分で録画時間が終わりです。ピッコロとゴテンクスやね。これ弱い。ああ、ゴテンクスになった。もうあと1分ぐらいしかないですけどね。はい。じゃあ一応ね、これで終わりにさせていただきたいと思いますんで、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。なかなか強いな。あ、やってきた。ブーブーバレーボールやってきよった。